マジか。しゃないっす。厄介なやつに来た。あ、そっかよ、っつか。頼むぜ、レナート。わー、ダメか。さすが、サンパウロのザル、ザル先やな。ダメやな。ほんとレナート使えんだよ。よっしゃこいつ厄介なんだよ。マジか、これま終わったな。ダメだ。
レナート話にならんな。まずヒサシュートとか絶対止めねえわこいつ。もうしないっす。ああもう取られたじゃん。おおナイス。こいつこのドトルってやつは使えるな結構。しゃあないっす。確か得点できんかなこのチームは。ジウとかバティスタとかおるけどあいつら微妙な、悪い選手じゃないかな。キーパーがしょぼすぎるな。でもここはサンパウロは、うわまたこいつか。やばいやばい。くそー止めてくれー、誰か止めてくれ。うわドトールも無理か。あやばい、もう飛び出すのもどっちにしてもダメだよこいつ。どうしないっす。Thank you.
何、そっからバーンシュート狙うか。レナード止めろ。よし、ナイス。よっしゃー、最後の最後に追加点じゃ。これはでかいな。ロスタイムいらない、長いな。マジか、ちょっと待ってよ、ロスタイム長すぎねこれ。ロスタイムが長くなってるな、前より。でもいいのがいねえんだよな。うわ、翼もスタミナがねえじゃん。やばいんだよな。まあ、翼は温存だな。お金に余裕がある会社すごいんだよ。タクシーどうぞ。毎日。うわ、そっか、バーンシュートかよ。止められば無理やね。無理、絶対無理。ああ、もう多分こいつも止めれんわ。ゴールや。一人がダメだったらもうダメない。若林とか若島津みたいなすげえキーパーがおったら違うけど、こいつヘボキーパーやからな。ダメ、ダメだら持っていけや。あ、すまんの。ダラウンを済ませる前に食べて終わってほしかったわ。ああ、そう。何が？何がじゃないだろ。うまかったよ。それもヒゾパックしかなかった。
プラスチックにするんじゃないかなと思ったら、実はそこがプラスチックだったっけ、うん、あのもう喜びでいいって言ったっけ、金でいいって言ったっけ、ピンチするとこ、あ、そう挟むところがめげたい、パキンと血の玉が当たっただけで、まあこれだいぶないけどね、ズボン干してこうたんだけど今それ売ってないんだよ、で、借りちゃったんですね、エガちゃんブチ切れたのが出とってね、エガちゃん謝罪しとったわ、YouTube でも食っていってるからな、すげえわ、登録者数100万人ぐらいおるわ、あなたも頑張ればいい、うわーガッツが足りないか、くっそ100人でもればいいっていう話だけどね、最初集めれればその先が見えるって、あ、そう優勝は言ってた、あ、こいつもシフト狙うんじゃん、翼以外でも使えるか、ほんで同じことばっかりやろうったら逃げられるって、いや、いやテーマを決めてやるにゃ、違う、いろんなことやりゃええってもんじゃないでよ、だけ中に同じことばっかりやる人おるじゃん、いや同じことばっかりやらんにゃ、あれ固定にならんわ、毎日これだけだこれって、1日だこれだけだこれって決めてやっとったらね、見る人も増えるんだって、なんか急にポッて書いたらなんか元気って言われたっけ、あれもやってこれもやってとかって言ったら、それこそこいつ何がやりたいんかってなるわ、今頃の考えたら違うんだよ、いやいや、だから歌なら歌だけでいかんや、それこそ若い者がそれがいけんって言うといいんだよ、おかしいんだ、あれもそれが固定ファンをつけようと思ったら、あれもこれもやったらわけわからないわ、この人何がやりたいんかってなる、じゃけ若い子がおかしいんよ、だけそれ言おるんじゃん、あ、そうなんだねって言うとけんじゃん、あんた、いや、お前分かってないね、お前配信とかやらんからそう、違うんだよ、おかしな若い子はそうなんだよ、またこれかよって言うとんだよ、じゃけ頭おかしいんよ、それ障害者でもなんでもない、誰でテーマ決めてやらないとダメや、基本私テーマ決めてやるとダメな、全然何を見せたい、何がしたいって私言われたけどね、ただ同じ写真ばあげとっても知らないけど、あんな
ネも違う種類のザラが売れている。平成の令和寄りのガッツが足りないか。もうヘディングでいこう。これやるとクーラーが多分おかしい。くそ、そういうやつがそういう風に言ってたの。そいつがそういう風に言ってたの。真に受け取るわけじゃないけどね。じゃあそういう風に言っとったんだよって言うだけだよ。ああそう、アホアホおるんだけど、なんか面白いな、またこれやるんかとかってなるじゃん。でもある程度テーマ決めんにはダメだよ。そういう考え方を持ってバカがおるの。ダメ、足りんか。なんか一食で食べようとしたけどないあるだろ、これ送ってくれよ。うわー、キーパー吹っ飛ばされた。ああ。まあでもまだ2点差。いや。だけど独身だろうが、不倫もクソもねえわ。独身ではあれ佐藤だけど。佐藤だけど独身だろうが、結婚してねえわあいつ。そうでどんだもん。顔は決めてないけど、スタイルがいいんだよな。は？長澤まさみとロジョンキス。
で広瀬は別れたくても離婚できなかったってなんないの。杉浦太蔵の発言が反応になる。杉浦太蔵も口が悪いけども知っとるよね。多少口が悪い。テーブルに乗っけておしめ替えたみたいなね。あ、そう。寿司ペロ用用事だよ。男性にママおむつ替えっこしてるから。43万人おるのすげえじゃん。結構おるじゃん。